このチャンネルをご覧の皆さん、もいちゃんこともりんです。早速ですけど、組んでみました。大まかに説明しますとね、ここのところにスイッチをつけてみました。ここのところはちょっと目立ちにくくて、ちょっとは、デザイン的にちょっと無理がないかなと。で、ここにあるアンテナの、この線はですね、多分、後ろの方へ行って国旗の、ドクロのマークの国旗側の方に、アンテナとして使用かなとは思ってます。で、中身、だいたいこれ、もう、単4サイズぐらい。単3でも入るには入ったんですけどね。単4サイズにしてみました。スケールモデル的にかなりちょっと狭いので、いろいろと変更してあげく、こういう形を取ってみました。はい。ではちょっと早速ですけど、スイッチを入れてみてみたいと思います。これで一応稼働です。これ、舵は今、仮付け状態なので、いくらでも動くことが、角度を変えることができるんですけどね。これは、こんな感じでもいいんかなと。で、前進、バックという形を取ります。で、ここのところ、このペラなんですけど、これは主に水中モーターなんかで使われているペラなんかを利用してますんで。で、走行時ね、確か、電動カーなので、前のライトが光りながら走ると。で、結局ね、これ前進はいいんですけど、進んでる最中、舵を引くと速度が遅くなるんですよ。これ、そういえば、この、なんて言うんでしょう、トイアジならではの、特徴なんでしょうかね。速度が遅くなるから、ちょっと舵の切れ具合はって言ったら、以前、デスラー艦、っていうか、戦闘空母を組んだ時も、アルカリ電池、アルカリの乾電池の方を使用してます。で、容量が小さい、単4型ですからね、そんなには走行時間を持たないかと。10分から15分ぐらい走行できたらいいんかなと、そうは思ってます。じゃあ、なぜアルカリ電池なのか、日課堂を使わないのか。さて、はて、その質問、格別なければ、もうこのまま進行させてもらいますね。というわけで、目玉もちょっと控えますので、目玉の部分のギミックも見ていただきます。こんな感じですかね。ちょっと振動で台からずるーっとずれ落ちましたが、こんな感じで、水上を走らせながらハンドルを右へ切ったり、左へ切ったりします。これ、ラズコンカーでノーマルで組んでも、ハンドルを切った時は光は弱くなってましたね。今回の場合、単4の乾電池を使ってますんで、アルカリ電池を使ってますんで、さらにちょっと電圧が落ちるかなと。でも走行時のことを考えると、ちょっと単3タイプのは、このスケールではちょっと無理があるということでね。ここまでが私にとっては限界でしょうか。というわけで、モリンちゃんこと、モリンでした。